1月1日の地震を境に本当にね、はい、人生がもう変わってしまいました。1月の能登半島地震では石川県珠洲市で最大震度6強を観測、津波の被害もあり合わせて103人が亡くなりました。地震から2ヶ月が経った今月2日、珠洲市内の被災現場を視察に訪れた三重県紀宝町の職員や愛知工業大学の教授らを案内する人がいました。この辺りでご覧の通り、ほとんど家が倒壊、全壊ですね、はい、うん、で、まあ、家が建っていても、うん、もうこう大規模半壊、うん、私んちもこういうふうな形で箱は耐震のおかげで大丈夫でしたけど、うん、はい、このように箱も潰れてしまうのが耐震のしていないところですね、うんうん、こう説明するのは珠洲市で市会議員を務める向山忠秀さん。耐震に対して市内では全体のおよそ3割の家屋が全壊しましたが、向山さんの自宅の建物は倒壊しませんでした。理由は耐震補強です。耐震補強されたのっていうのはいつ？令和元年です。5年、丸5年、6年目になりますか。だから、はい、これで4回だから大きな地震経験しました、耐震してからね。珠洲市では3年前の9月に最大震度5弱、おととし6月に6弱、去年5月には6強と大きな地震が相次ぎました。向山さんは大地震が起きる前の2019年に自宅の耐震補強に踏み切りました。珠洲市では1981年以前に建てられた建物に対して旧耐震基準を満たす工事を行った場合、最大200万円を補助する制度を設けています。100万は覚悟しても安全を確保できるのならね、これも私も議員してなかったらおそらくしてないでしょう。おそらく、まあ、下敷きになって今頃はこの世にいないかも分かりません。向山さんの自宅周辺を見て回ると、新しい家や耐震補強がされている家は建ったままですが、補強されていない古い家屋は倒壊していました。耐震補強をしていないこの住宅は1階部分が潰れています。傾いた建物の中はこれ止め金です。これですね。これ全部止めてました。ここに止めてたんですよね。壁に固定していた棚なども止め金ごと壁から外れて倒れていました。一方、向山さんの自宅では耐震補強の効果があったといいます。家屋とともに固定していた家具も無事でした。5月2日の震災の時にこれひっくり返って下まで落っこちた。じゃあ何かしようと思って、今度地震が来た時にと思って4つの足を全部くくっておいたんです。よかった。だから大丈夫。家の耐震化に加えて家具を固定することの重要性を示しています。2階の本棚も飛び出し防止に小口で紐に縛って、はいはい、落ちてもこの紐ごと開けば動力を省ける。一山ずつ片付けるから、うん、開くの楽でした。元日の地震発生時は夫婦で自宅にいました。私ここのテーブルの下に潜って、もう長くて長くて、もう私は死ぬと思ったんです。もう本当に今までに経験したことのない長い地震でした。周りにもたくさんの方亡くなってますので、倒壊の下敷きになってね、足が見えてるけど出せない。今回の地震で命を守った住宅の耐震補強、珠洲市では2018年から200万円の補助金制度が設けられましたが、申し込んだ人は向山さんを含めて7件のみ。市内全体の耐震化率も 51% でなかなか浸透しません。
背景の一つが、珠洲市の2人に1人が65歳以上という高齢化率です。それでも恵子さんは、耐震補強の必要性を感じるといいます。断熱材も入れて、大工さんがね、もう補強補強するの私見てたんです。筋替えをして、ほんで断熱材も入れて、だけど補強が足りないって言って、設計士さんからかな、言われて、それでここを全部またやり直ししたの、私見てたんです。お隣は本当に立派な大きな家だったんですけど、崩れてたんです。ああ、耐震のない家ってこんなひどいんやなと思って、はあ、やっぱり耐震は絶対必要だと思いました。三重県紀宝町の防災担当榎本さんは、去年5月の地震に続いて珠洲市を視察しました。紀宝町は珠洲市と同様に海に面していて、高齢者の割合も高く、南海トラフ地震では地震から最短6分で津波が襲うとされています。うちの当町の町においても、同じような条件で古い家がたくさんある、やっぱりコストかかるけども、それ以上に、まあ、得られるものがある。命はもちろん守られるし、あとは自分の財産、やっぱり高くても、まあ、耐震診断補強工事までやって守るっていうのは非常に重要だと思いました。なのでこれを、まあ、紀宝町道庁の住民さんにおいても、しっかりと伝えていきたいと思います。